J-WAVE Good Neighbors。 東京クラフトジャーニー。東京クラフトジャーニー、東京のさまざまなクラフトパーソンに注目しています。こだわりの仕事をしている職人の世界、クラフトパーソンに会いに行って話を聞いて、そのクラフトが奏でるサウンド、音にも注目しています。今日はですね、こんなサウンド、音のする職人の世界です。今日の音は結構わかりやすい感じですね。いつもより多めに巻いている感じですね、きっとね。これはギターをチューニングしている音でございます。そうなんですね、今日は、ミュージシャンの僕にはとても関係が深いお仕事の方でございます。フェンダーミュージック株式会社アーティストリレーションズギターテックの鵜飼周平さんです。というか、まあ僕も普段からのご飯をしょっちゅう食べに行ったり、こうお世話になっている方でございます。アーティスト専属で、楽器のリペアやカスタムを行っています。基本的にもうリクエストには全て応えるので、本当に基本的なセットアップからリフレット、配線のカスタマイズ、あと塗装を剥がして塗り直したりもしますし、ない穴を掘って何か増設したりもしますし、何でもやります。ピックガード製作は結構多くて、結構フェンダーのギターはピックガードの占めるデザイン大きいので、そこをこうカスタムするとかなり印象が変わるので、もう本当に既製品でない素材を本当にホームセンターなんかで買ってきて削り出して作るっていうのはよくありますね。基本的には僕がデザインすることはそんなにないんですけども、でもそれこそ浜岡本さんと、飲みながらオリジナルのデザインをみんなで考えて、それをまあ僕が実際に作るっていうのはやったことがあります。最後に聞こえていた音はですね、機械を使ってギターのピックガード、そうですね、わかりづらいですが、ギターを弾いてる時にそのギターを鳴らしてる弦の下にですね、ついている、パーツの名前ですね、ピックガードって言うんですけど、その素材に穴を開けている音でございます。お話を伺ったフェンダーの鵜飼さんは、アーティストの楽器のメンテナンス、リペア、そしてカスタムを行っている、いわゆるギター職人さんなんですけども、普段僕のベースのメンテナンスもバッチリやってくれています。僕はこのフェンダーという会社とエンドースメント契約というものを2013年に結んでおりまして、僕もフェンダーの人間なんですね。なのでしょっちゅう本当に用事がない時にも鵜飼さんに会いに行くことがあるぐらいの中でございまして、話に出ていたその僕のもう作ったことがあるというのは、ちょっとこうマニアックな話にはなりますが、フェンダーが80年代に出していた刀というね、すごい名前でしょ、刀という楽器がありまして、その刀というのはさっき話したピックガードというパーツがついていない楽器なんですね、もともと。ただなんかこうついてないと寂しいからつけたいねなんていう話を飲みながらみんなでワイワイやってまして、そのお店の注文を書くためのメモ用紙にみんなでそのピックガードのデザインを書きまして、でコンペをして、これが一番いいねってなったものを実際のサイズに落とし込み、鵜飼さんに作ってもらったものがあって、岡本津のライブに来てくれたことのある方は、見たことある人もいるかもしれませんね。刀という、楽器についているピックガードは、今お話ししていた鵜飼さんが作ってくれたものです。はい。ね、で、そんな鵜飼さんがですね、ギターの技術者を目指すようになったきっかけについて伺いました。
ギターは小学校の6年生の時からも始めてて、もうそっからはギター弾きたいから走って帰るぐらいののめり込みようだったんですけども、で大学生ぐらいになるまでも本当にギターしか弾いてなくて、ずっとバンド活動とかしててたんですけど、自分の楽器をいじることは本当になくて、もう弦張り替えるのが精一杯で、ノイズ出まくりのギターとかで演奏してたんですけども、大学4年の時にいざいよいよ就職しないといけないという時に、まあ全然違うことを大学で勉強してたんですけども、改めて人生をこう考え直した時にやっぱりギターだなと思って、なぜかそのプロミュージシャンになるっていう選択肢は全くなくて、鼻からまあそれは無理だなと思ってたので、でもギターに携われるって言ったら、まあギター職人になるしかないなと思って、で幸いというか、ものを作ったりすることは好きで、まあ、大学もちょっと美術のことを勉強してたりしてたので、まあ手先が器用だなという、自信だけはあったので、ギターも作れるでしょうというので、まあ、ギターの技術者を目指したのがきっかけですね。なるほど。そのなんかこう深い経緯の話は僕も実は知らなかったんですよね。そうなんですね。手先は器用だっていう自信はやっぱあったんですね。いや、実際器用なんですけどね。鵜飼さんの仕事場はですね、渋谷区にありますフェンダーのショールーム、フェンダーミュージックバックステージというところで、その中に、鵜飼さんの作業場が、建物の中に建物が建ってるんですよ。鵜飼さんルームというのがありまして、割と無機質な建物なんですが、その中にこうレンガ調の小屋が建ってまして、その中が鵜飼さんの作業場になっております。僕も先ほども言ったように、もうしょっちゅう、もう急にフラッと訪れて、仕事中にもかかわらずいつも手を止めさせて本当に申し訳ないんですけどね。で、作業場にはまあそのドリルであったりハンダ付けだったり、まあいろんな本当ね機械がありまして、でこうナットというパーツをね、それが造形でできたそのナットというものを削る特殊な機械とかですね、まあ普段見その辺にはないような楽器、機材なんかもありますね。もう本当に物で綺麗なんですけどね、やっぱ機材ですごい溢れてるような部屋でございます。そんな楽器のプロ鵜飼さんが楽器を扱う上で一番難しい、そして面白いと感じるのは一体どんなところなんでしょうか。ギターは木でできているのが主なので、木の個性を読み取ってあげるっていうのが一番重要だと思ってて、でまあ、それは重要なんですけど一番難しいところなので、まあ、ギター楽器になる前の木、角材の時から特性を読み取ってあげるのも大事ですし、できてからどういうふうに、まあ、木なので動き続けるんですね、どうしても。それをこう読み取ってあげながら調整するっていうのが一番重要で難しいところですね。たかが楽器されど楽器という感じで、まあミュージシャンに全てそのかかってるとはいえ、やっぱり楽器によって音楽が変わったり、全く逆でどんな楽器でも同じ音出したりとか、そういうところを見られるっていうのは面白いところですね。なるほど。でも確かに鵜飼さんは本当にそういう細かいところというか、まあその技術者としては当たり前の目線だとは思いますけど、それでもまあ僕なんかでもやっぱり丁寧だなと感じるあの仕事ぶりで、僕本当にこう気分でというか、ちょっとなんか状態が変わってきたな、さっき鵜飼さんが言ってたように木は動くんですけども、木が動いてきたなと思ったら、よろしくお願いしますなんて言っていきなりドバッとね、そのメンテナンスしてもらうんですけど、やっぱバッチリの状態で帰ってくるので、本当に信頼を置いております。で、さっきミュージシャンになる気がなかったみたいな話ありましたけど、本当にこの人めちゃくちゃギター上手くてですね、もうしょっちゅう僕遊びに行って鵜飼さんがギター弾いてるの眺めております。はい。で、最後に、浜岡本はどんなミュージシャンですかという質問に答えてくれたそうなので、それを聞いてみましょう。まあ最高ですよね。まああの若さで音楽も詳しいですし、もともとファンフェンダーのマニアの
会合で集まったほど、やっぱりフェンダーの社員も驚くほどのマニアですし、テクニックも本当に素晴らしいですし、まあよくプライベートでもこうご飯食べたりすることもあるんですけども、一緒にいてこうプロフェッショナルとしてやっぱり最先端を行ってる人だと思うので、毎回こう刺激を受けますし尊敬してます。ありがとうございます照れますね。今の僕の夢は、鵜飼さんの作ったベースっていうものを弾くというのが一個、今お互いずっと言い合ってるんですけどね。ギターはもう何本も作られてるんですけど、ベースはまだなので、鵜飼さんのファーストベースは僕が弾きたいなと思っております。ありがとうございました、鵜飼さん。今日お話を伺いました鵜飼周平さんの作業場、さっき僕も話しましたね、フェンダーミュージックバックステージの写真は番組のインスタグラムにアップしていきますので、ぜひ覗いてみてください。これちなみに一般の方が入れない場所なんで、なかなかこう写真が出ることも珍しいんじゃないかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。以上、東京クラフトジャーニーでした。